この中に残ってますけれども、さあ、カリオンちゃんはちゃんなんですけれども、すごくいい音色で、ほとんどピアノの代わりになります。で、クラシックもできます。で、今から別にクラシックはしませんけれど、千と千尋の神隠しでいつもなので、これをフルートと、カリオンちゃんで演奏したいと思います。